はい、今回はですね、ネイティブインストゥルメンツのコンプリート10に収録されています、ポリプレックスという商品をご紹介したいと思います。これはですね、エレクトロ向きのリズム音源になっていまして、こう使ってみた感じ、非常に出音がいいです。また操作性もですね、非常に面白いものになっていますので、ぜひこのあたりをですね、紹介していけたらと思っています。実際立ち上げてみたいんですけども、この立ち上げ、インストゥルメント。ここで注意していただきたいのが、この中にポリプレックスないと思われる方多いかもしれませんけども、リアクターというソフトで立ち上げることができます。このようにリアクターを立ち上げますと、この左のプレイヤー、この中にですね、ポリプレックス用意されていますので、これをドラッグ&ドロップして立ち上げると。それでは実際にこのサウンドの方を確認してみたいと思います。こういったものとなっていますね。まずこのプリセットの切り替えなんですけども、この部分、もしくはここの中ですね、から切り替えることができます。実際にこれ切り替えながらですね、再生を行ってみますね。このようにですね、かなり個性的なんですけども、かなり実践で使えそうな音がたくさん入っています。このソフトがですね、大々的に取り上げているのがですね、このサイコロですね。でサイコロからこう連想できるように何が出るかわからないということでですね、ランダムです。押すとですね、設定が変わるということになっています。一回これ再生しながら聞いていってください。こういったものですね。今全体のサウンドが変わってるんですけども、おいおい動画でご紹介するように、この下部分だけ変えたりとか、その中のですね、この特定のパラメータだけ変えたりなんかができます。そしてこう変えていく中でですね、あ、ちょっと変えすぎたとか、前のが良かったなんていう時は、ここにですね、ちょっと見えづらいんですけども、アンドゥボタンが用意されてます。クリックすると前のランダムに戻りますね。ですので実質こうクリックしていくと、元の状態に戻せると。そしてこのランダムを生かす機能としてですね、ここに鍵盤が配置されています。これはですね、どういうことかと言いますと、プリセットを読み込んだ状態ですと、すべてですね、同じ設定になっています。この D 部分にランダムをかけようと。そして再生しながらですね。こんな感じで切り替えてパフォーマンスなんかでも使えてしまうんじゃないかと。これを発見の C から B まで割り当てることができます。で、この切り替えなんですけども、もちろん鍵盤にも対応していまして、このようにですね、MIDI キーボードから切り替えを行うことも可能です。このランダム感が気に入って、これをですね、A に移したいなんて時ありますよね。こういった時は、ここにコピーがあります。ここをクリックするとコピーされて、ペーストしたいところですね。そしてこのペーストボタンを押すとですね、これで D と A が全く同じ設定になります。ということは D はですね、もう一回ランダムで変えたりとか、そのような操作を行います。そしてですね、先にこの部分行きましょう。これベロシティ今100になってますけども、実際にですね、打ち込みを行っているベロシティをどのぐらい反映するかということですね。このあたりを反映したくないときはですね、これを0にすれば全て同一のベロシティで演奏されます。チューンは全体の音程ですね。こういったものとなります。そしてここがですね、ディケイになってまして、長さです。下げれば下げるほど音が短くなります。これがですね、非常に使えるかなと思う部分としてはですね、例えば全て同じものにしておくと。こっちのキットだけですね、ディケイを短くしてしまうと。で、こっちはですね、維持されますので、こう曲の中でですね。盛り上げの切り替えなんかにも使っていただけるといった形です。そしてこの右がリミッターとなっていまして、やはりこうボリューム上げすぎたなんていう時に音割れを防いでくれます。そしてですね、この部分を覚えておきたいところですね、この鍵盤を押すとですね、このキーマップが見れます。今ですと C3、D3 とこのように発鍵で上がっていっていると。言ったものなんですけども、これをですね、クリックするとクロマティックと言ってですね、半音単位で切り替えることもできます。ここですね、C3 とあるんですけども、ここ上下ドラッグさせるとですね、C4 にして、もう一度これを押すとですね、C4 から始まる半音単位で設定できます。このホワイトキーズはそのままでデフォルトの状態ですよね。白い鍵盤だけ使ってるよということになります。やはりですね、半音単位、白い鍵盤だけじゃなくて割り当てたいという時もあります。こういう時はこのミディランを使ってください。ミディランを押してですね、その鍵盤を押すとですね、このような形で簡単に割り当てることができます。またですね、この部分を上下ドラッグさせて音程を切り替えることもできます。例えばこのハットがですね、通常ですと F シャープだったりとか、したらですね、このように F シャープに変えるということで、今までのMIDIの打ち込みもですね、スムーズにこちらと連携することができます。このポイントなんですけども、このアイソレートですね、これを設定しておきますと、こうキットを変えた時なんかも全て残りますので、わざわざキットを割り当て直さなくて OK ということとなっています。といった形で、まずここは覚えておきたいという基本概念をお伝えしてきました。次回はですね、キットごとの調整なんかに入っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。